じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。受かった大学と科の方を教えてください。東京芸術大学の湯学科です。まずじゃあお茶日に来た経緯を。中学の3年の時にちょっと美術予備校に行くっていうのを迷ってたんですけど、その時に中学の先生がこんなところがあるよっていうのを紹介してくれて、その中にお茶日があったの で無料体験してここに行くみたいな。いつぐらいから来てるんですか？高1の4月からです。高1の4月ですか。早いですね。早い段階から始めて、なんか良かったことっていうのはありますか？デッサン力が上がって、それが多分後々響いてくるものなので、それを培えた点がすごい良かったかなって思います。受験は油絵科で行こうって言うんですけど、それはいつぐらいから？最初から決まってたわけではないんですけど、なんか絵が描きたいっていうのがあって、うん、それを講師の先生に相談したら、うん、じゃあ油絵か日本か日本画かなって言われて、うん、でもしっくりくるのが、ね、油絵だったので、うん、油になったって感じですね。なんか油絵かっていうのは割とこう個性重視なところがあると思うんですけど、うん、なんかそういう自分の個性みたいのを自覚して描くようになったっていうのはいつぐらいからになりますか？基礎科 の教科にいた時にもうすでに友達に私の絵は分かりやすいみたいなこと言われてたんですけど、でも自分で自覚したのは3年生になってからですね。3年生になってから。でなんか3年生でやっぱり私は光が好きだなと思って、でこれは曲がらないから光を中心に据えていこうって思って光の表現。そうですね。無事にやってたことっていうのは何かありますか？光の綺麗な写真を見て、それでこの光はなんでこんなになんか綺麗なんだろうとか、何が私はこの写真で好きなんだろうとか、そういう要素とかを集めたりとか、あとはなんか観察して、でこれはどうして輝いて見えているのかっていうのを自分なりに解釈したりはしてました。うまくいかない時とかにどう過ごしてたかでもいいですね。なんかもうすごい泣きたくなってなんかベッドで泣いたりとかしてストレス発散したり、あとはでもやっぱり書かないと戻らないから、抜けられないから、もうひたすら書くしかなくて、だからもうずっと書いてました。これが良かったかなっていうのがあったら教えてください。自分が絵で何をしたいのかっていうのと、何を伝えたいのかっていうのをかなり押し出したので、ちょっと強引っぽいかなって思ったんですけど、でもなんか見た人がすぐ分かるように強調して描いたので、それが結構良かったのかなと思います。それでは試験の方の話をちょっと聞かせていただきたいんですけど、どんな感じでした？緊張しましたか？いや、しなかった。全然しなくて、もともとそういうなんか体質で、なんか私中学受験の時も本当に全然緊張しなくて、だから今回もまあ大丈夫かなと思ったんですけど、本当に緊張しなかったですね。時間的な感じはどうでしたか？時間は結構なんか短く感じました。いつもやってるから大丈夫かなと思ってたんですけど、なんか思ったように進まなくて、で最後これ間に合わないかもっていうのはあったんですけど、なんとかやり遂げたって感じ。なんか最後の方とか、なんか時間ギリギリみたいになった時にやったことってありますか？もう全体感見て、足りないところ補って伝えたいことをもう真っ先にこう見た人が分かるように、どこをやったらいいかっていうのを。結構もう人に結構伝えるってことを大事に最終的にはやってった感じですか？こういうことやっとくといいよっていうのは何かありますか？やっぱりなんか書いてる時も楽しくないのが一番怖くて、なんか一時期あったんですけど、書いてて楽しくないのは多分それは不正解だから、楽しいって思えることを探すのが一番いいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。